政府はあの地震が繰り返して起きるという前提でこれを作ったんですが実は今の学問でその前提は間違っっててると分かってますそれでも政府が頑固にこの地震を毎年更新するでもいつまでも想定されてない地震ばかり。だから この,あのハザードマップをあの相手にしないでくださいせいぜい宮崎に来たら総理とか官房長官が皆さんのあの備えを確認する際ぐらいと言ったらよかったと思いますそれ以上に言えることはないと思いますし<あ>地震防災に関して常に備える以外のキーワードは言うべきじゃないと思うんですね巨大地震に我々はどう備えるべきかについて皆さんの意見を見ていきましょう。災害、まあ、地震の大きさが大ききささがががかかろうが小さかろうう小 そこに物が集中ししてて存在してると、ねうん、エクスポージャーって暴露すする量がが増えちゃううから被害が大きくなってしまうんですよ、うん、そうすると多くの被害が発生するし多くの人たちが亡くなっちゃうしということで,で実際関東大震災の時には10万5千人が亡くなってで本当に激甚被災地には200万人の人が住んでたんだけど、うん、その中の3分の1以上の70万人の人たちはね実は疎開されたんですよ。うん これは被災地の中に自立できない人たちがいっぱいいらっしゃると復旧復興に資源を集中できないからなんですよ。だけどなんで関東大震災の時にそれができたかというと先ほど説明したように明治維新の時に東京の人口は120万から130万だったけどその侍が国に帰ったから67万人70万人から始まるわけ。でそれが関東大震災直前の時には人口が東京は 都市部が200万人周辺200万人400万万万人周辺ぐらいになるんだけどこれは流入人口ななんですよ、うん、自然像じゃなくてねかだからその人たちはまだ50年しか経ってないから、うん、じいちゃんばあちゃんとうちゃんかあちゃん兄弟直接的な人間関係のある人たちが田舎に住んでらっしゃったから、うん、だから疎開できたわけ、うん、じゃあ今できるんですかそれが、うん、そういう意味で言うと血縁に依存するような疎開ができないんだから新しい仕組みを考えとかないと大変なことになりますよそういうことも一緒に考えるっていうのが 実は防災対策なんでですすよと<ー>いうことです議論は僕らもすごい重要だと思ってるんですけど、うん、実際いろいろ国の政策とかにも関わってると思うんですがきちんと政府も含めた官僚たちはこの話っていうのはちゃんんと本気ででしてるんですかね、まあ、中には一生懸命やりたいっていう方にも中にはって言れ失礼かな、うん、もちろんいらっしゃる。うん、ただねね、うんえー、皆さん、ね 自分がこれに関わってる時間が短いんですよ、うん、僕らはずっと関わらなきゃいけないじゃないですかそ、はい、自分の任期中に起こらなければまあゼロクリアになっちゃうんだよねそう,そうなるとそういう問題も実はあのそこを賢にあるような気はしますもうも,もう一つのあのお役所は何を考えてもね 第二安倍政権の時からじゃ官邸がリーダーシップを取るうん、うん、ということになってでお役所が動きたくても官邸がうんと言わないと動けないで今の官邸前の官邸見ると大変あのリーダーシップがあふれてるとは必ずしも言えませんよ。うんうん、だから前はお役所がリーダーシップ取ってでまあ一応。 政治がまあ承認したという形になりましたが今できなくなくっちゃいました、うん、うんじゃあう行政のパワーがそうう印刷パワーがないとそ<う>行政の方がもっと真剣に考え抑えられているで逆に言うと政治はパワーも以前よりあの低いですので、はい、誰も動けなくなっちゃったというのは残念ながら日本の現状です。 きっと今日こんな番組やってるってことは日本はそんなこと言ってる場合じゃないんだって地震大国だっていうことなんで、はい、でもその中でもじゃあこの問いにはシンプルに水食べ物ああ家具もうこれでこれだと、まあ。目黒先生はすごく大事な大きな話しましたが私の話は逆に言うと。 個人の話あの、一つ一つの家族,家族の話で、はい、ともかくあの地震の歴史を見るとよく3日間で三日,は日,日必ず3日あの耐自分で耐えられないといけない、うん、で運が良ければ3日運が悪ければ1週間。うん大体 1>, 1週間経つと自衛隊とか消防隊とか、まあ、救済が始まります、うん、だからまず水とあの食べ物で地震の前にねあのよく家具が倒れたり、はい、あの人が圧勝圧死するという、うんはい、残念ながらあるだからスパリボぐらいをあの買ってね テンションにつけてあるいはあの、まあ、自分のにだったら穴を壁に開いてもいいんだけど、うん、あのれてる部屋だったら親が怒るので、うん、スパリもぐらい、うん、皆さんでこれはもうネット調べるすぐ分かると思うんですけど一応この水っていうのは山崎さん言っぱりたら3日から1週間。 例えばじゃあ4人か、えー、1人だとしたらどれくらい必要ですかまあ例えば余分あるために1人3リットル 1>, 1人3リットル,ットルこれはもう,もう皆さんもこれはもうよく言われる目安が3リットルだからまあ10リットル1人いたらかける人数っていうふうな感じが基本必要かなっていうであのまあ大体賞味期限あるのであの2年間の一度ぐらい買い替えましょうあるいは、うん あの少しずつ使ってゲラーさんの家具を固定というのは私も一番大事なことだと思っていまして<要>、はい、私はあの家庭の防災自分が何をしたら死なないかということをいろいろ考えてお話しするのが、まあ、お仕事でやっているんですけれども結局、地震ってじゃあ例えばお水や食べ物があっても避難が遅れてしまえば水や食べ物はいらなくなっちゃう。 避難用に防災力ュを準備していても家が潰れちゃったらそれを消費う人はいなくなるということで結局、地震で即死しない準備は自分でしかできないんですよね。ど,どこでもドアがあって地震で揺れた瞬間にレスキューと自衛隊が出動できたとしても死んだ人は蘇生できませんということでま,あまず死なない環境を作っていただきたいということを私自身はすごく思っていましてでそうすると まあ防災って揺れてからできることはないので、うん、揺れる前に何ができるのか、うん、でそこでほとんど決まっちゃうのが頑丈な建物に住むこと、はい、でお家の中の安全対策をきちんとやっておくこと、うん、でこれって意識しようとすると意識しなななかった人がみんん死ぬことになるんですよね、うん、防災をしなかった人が死んじゃう世の中っていうのはすごく良くないと思いますので、うん、当たり前にする。 やっぱり日本だから頑丈な家に住むのは当たり前だよねとかそれ引っ越ししたら最初にやるのは家具の固定だよねとかそういう考え方を当たり前にするあるいは法律でそっちに誘導するそれを総じて防災をライフスタイルにすることが大事じゃないかなというふうに思っていますすそうですねどうしてもです、ねまあ、普段こう平和な生活をしていると今この瞬間に来るなんて誰も思わなかったりするんですよね。そうですね であの人ってどうしてもです、ね、こう正常性バイアスとか安全性バイアスというかです、ねこうまあ、自分は大丈夫だって思いがちだったりするんですけどあのやっぱりいつか必ず来るんですよね。ですよでそれがいつ来るか分からないっていうのを、まあ、でもいつ必ずいつか来るんだって常に思っておくことがすごく大事で思っていると、まあ、何か来た時に すぐ行動できますので、まあ、そういうことがすごく大事かなと思っています。うんうん、で、もう一つ、二つ目で、あのプラン B を用意すると。ね、あの、先ほど、あの、例えば、家族とどうやって連絡取りますかっていうので。うん、あの、その連絡手段を決めて送っ,ったじゃないですか。多分、皆さん、ほとんどの方がスマホで。えー、例えば、まあ、その専用のところにダイヤルして。で、声を残しておくとか。もしくは、まあ、ラインだとか、そういったもので、連絡取り合うとか。 いろいろ家族で決めてたりするとは思うんですけどあの実際に何か起きた時にもしかしたらスマホつながんないかもしれないそもそもスマホ持ってないかもしれないとかですね、まあ、何,何が起きるか分からないので必ずどんなことでも同じなんですけどやっぱ想定外のことってものすごく起きるので、うん、必ずこれが駄目だった場合は次こっちっていう手段をやっぱり決めておかないと。 なかなかその、最初にこう、あ、うちはこれでやっとけば大丈夫だって決めてても、まあ、そうはならない。っていう、うね、まあ、そういう意識はすごい大事かなと思いますね。ね、うん、そうですよね。そうぼ僕の恩人ね。はね、い、想定外を想定しましょう。はい。いつも言ってます。想定外を想定しましょう。はい、あの、必ず。大規模な災害が起きると。皆さん言うんですよ。想定外でしたぞ。必ず言うんですよ。ええ。でも、これ政治家はみんな想定外だっって言うんですよ。はい 当たり前なんですよね大規模な地震が起きたら当然想定されてないことがいっぱい起きるんで、うん、それを想定外だったっていう言い方で逃げちゃうのはちょっとおかしいかなとは思いますね。じゃあこれハザードマップは参考になるのかという人生いろいろハザードマップいろいろでちょっと僕が用意したパネルを出していただくとこれ、まあ、ハザードマップと政府は言うかもしれないが。 これ僕はハズレマークというこれハズレマークというねハズレうあのクこれ縦挿していいですかはいえっとですねこれは政府がね赤いところが危ないぞと政府は言ってる <はい S 2> まあこれ簡単すぎる話とご理解くださいこれ南海プラス巨大地震と <はい S 2> そ であの,あの震源域と被害域、はい、でこれこれまでの20年ぐらいずっと南海が来るぞ来るるぞぞと言われます、はい、じゃあ,あの実は地震予知政府が1979年にスタートしたでその時からこれまでの地震はこの領域でないみんなあの安全とまあほとんど安全と言われたところ。 まず東日本大震災は東北です南海ではないこれを見るとあの、まあ、割と安全ですよでじゃあ熊本地震も割と安全にされたところ、うん、でじゃあ今年元旦の日に能登半島地震これも立派にあの安全だったとされたでんでこうなってるかというと、まあ、学問の話あのに 今日になりますがあの政府はあの地震が繰り返してあの起きる、まあ、やや周期的にという前提でこれを作ったんですが実は今の学問でその前提は間違っっててると分かってますそれでも政府が頑固にいまだにあの外れるばかりなのにこの,あの地図を作ると毎年。 更新するでも大した変わりないでいつまでも地震がまあこれはあの前におっしゃったようにあの想定されてない地震ばかりだからこの,あのハザードマップをあの相手にしなすごくこうハザードマップって誤解をすごく招きやすくって、はい、これまあ地震が起きそうなところ起きやすいところ過去にいっぱい起きたところっていうのをこう赤く塗ってあったり。 するんですけどじゃあこれ黄色いところが安全かっていうと別にそういうわけではなくてな、ねうん、基本どこにいても安全なところではないんですよないんだけどハザードマップを作るとどうしてもですねあここが安全だって思いがちなんですよね、はい、ここがすごく誤解になっていて、うん、いやそこが安全なわけではなくて、まあ、危険性が高いところと、まあ、危険性がやや低いところを分けてはいるけどだからといって安全ではない。 まあもっと根本的におっしゃったことは間違ってないが、実はまああの安全というや <laughs> あの安全か安全でないというアルゴリズム政府がその使っているアルゴリズムが間違っているので、そ,のそこで想定が間違っている。とちょっと今日このいる4人の皆さん今ね何回。 えー、大地震が来るよとこの二週間が一番危ないですよとかって注意報が出ました NHK でもずっと流れてますね。岸田さんも自分のツイッター X で流しましたとかいうのは別にあれがあったからあ気温ってやばいということではなくやっぱりどどういうふうに皆さんは見てらっしゃるんですか南海トラフでいうと、はい、だいたい周期って100年から150年ぐらいの周期なんですよ、はい、で前回南海トラフで起きたあの昭和東南海の地震とかから比べると 今80年ぐらい,なんで、うん、いやだけど周期ということはやめましょうよ。つまりね <laughs> これすごく大事なことですね。これまでの地震をぼってみるとはい、はい、周期があったように見える。えるうん、でも実際はちょうど同じものを繰り返したわけでなくてそれ人間はパターン性をあのパターン性がないのに。 見出したい,はい、はい、ところがじゃあこれまで200年平均感覚だったと言いましょうがこれまでの平均感覚は決して周期とはならないつまりこれまでのやつはこうだったからじゃあだから今後も200年200年そういう保証は全く学問的ない、はい、だからこれは外れてる何でこの馬鹿げた注意報出した はい、ちょっともう一あこれさあのね